水を入れるだけでご飯ができる保存食、非常食に置いていましたが、そろそろ賞味期限が来るので食べてみました。大きな災害が起こらずにこうして無事賞味期限が迎えられることに感謝していただきたいと思います。お湯でもできますが、やはり最悪の状況を想定して水で作ってみます。60分かかりますが、非常時にはハサミもないかもしれませんから手で切りますね。ちゃんとご飯になってますね。この商品は内容量 100g ですが、お茶碗に2杯くらい取れそうです。お米1合は 150g です。味のついたご飯はこれだけで美味しそうです。今はいろんな商品が出ているので、また買って備蓄しておこうと思います。1つ300円前後ですので、お茶碗1杯が150円くらいですね。